はい、じゃあ次のマップちゃっちゃといきますか、ね、お次は、リップルタウンの港町。話の流れを予想するとそれどころじゃないんだよ。沖合でタコの化け物が暴れているんだよ。それを倒してくれないとかな。まあ行ってみましょう。行くぞ。リップルタウン、ウェルカム。お金全部使っちゃったけど回復したか。ん、顔色悪くない？毒キノコ。ここは宿屋だよ。ただでいいよ。そんな怪しい宿屋に泊まらないよ。怪しすぎんだろ。寝てみるか。セーブしたしね。まあおかしくてもイベントみたいから結局騙されるんだけど。そうですか。ふう、おお、怖っ。今なんかいたよ。回復はしてる。ん、ちょっと起きてみよう。次はと行くぞ。あいついなくなるまで起きられないわ。怖っ。もうすでにね、ホラータウンだよここ。わあ、道具屋さんでっか。くるくる回って見てると面白い。海の中に潜りたいなら渦巻きに飛び込んでみよう。長老の家に長老がいるよ。一番偉い人。一番偉い人。なんでそんなところにいるんだろう。星集めるんでしょ。あと3つだね。なんで知ってるんだこいつ。怪しすぎる。そういうことや。煙突から入れるかと思ったけど入れないね。こっちも。海の真ん中に流れ星が落ちた。多分海賊のジョナサン・ジョーンズ。大丈夫かそれ。ジョジョじゃん。ジョジョが持っています。強いよジョナサン・ジョーンズ。次のジョジョの主役にしよう。海の真ん中に海賊船が沈んでる。そこには海賊のジョナサン・ジョーンズが住んでいます。僕はお客さんのつもり。買い物でしょ。分かってる。あ、買えるんや。ムクムクのクッキー。ぬほ、ムク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 ムフー。なんだそれ。この解説文どうなってんだ。火炎玉。高くね？強いのかな？ちょっと高すぎる。でもお高いんでしょ。ほんと高かった。ここも上行けんのか。ここが村長の家かな。ここは入れません。プライベートですから。中に入ってもつまんないよ。気にしないで。どっか侵入できそうな場所もないな。ん？なんか今文字出なかった？ん？なんか赤い文字が出たような気がしたような。ほら中に人が見えたような気がした。まあ町長のよく来なすった。よくもまあ来なすった。俺が長老だ。この町で一番偉い。偉いんだぞ。分かってるか。さらに偉くなるためには目上の人が喜ぶようなご機嫌取りをしなくてはダメだ。
というわけで流れ星は海に落ちたのだ。早く行っといで。お、カエルがいる。やや、君はマリオくんだね。僕は去年ケロケロ校を卒業したカエル仙人の弟子さ。自分の進む道が見つかるまでこの長老の家に居候させてもらっている。なんだか随分街が静かだけど何かあったのかな。君カエルコイン持ってる？珍しい。おっとっとっと、逃げるが必ず成功しますし絶対失敗しません。やったね。初めからやり直す。そんなチートや経験値が倍もらえます。コインが倍になります。 FP が半分。ちょチートアイテムしかねえぞこいつら。ああ、これね、あ、逃げれるんなら買おうかって思ったんだけど、いやー、FP 半分はえげつないね。カエルコインは今回はなんか強敵倒すと1枚ずつもらえるけど、スーファミは強敵とシステムがあったのかな。コイン倍、経験値倍。まあ小さなメダル的なものなので頑張って貯めてから考えよう。あなたはねドラゴンクエストどっち派でしたかってやつね。小さなメダルでねメタ金の盾をもらう派か、奇跡の剣と神秘の鎧をもらう派かってやつね。まあ、正直奇跡の鎧と神秘の混ざったな。奇跡の剣と神秘の鎧をもらう方が楽なんだけど現実問題。ジョナサン・ジョーンズの縄張りだけど気にすんな。お前なら勝てる。買ってもらわないと困る。早く行っといで。まあ、最近のドラクエもね、小さなメダル普通に敵から盗めたりするからね、もう集めるのクソ簡単になってるんだよね、最近の。いやー。じゃあ、セーブしていきましょうか。誤差みたいな変化だったねスクリーンショット。さあ行くぞー。まだ海岸だね。海、海じゃない。俺の知ってる海と違うけど。なんていうかクッパ城的な音だね。パイプオルガンっぽい曲を使ってるね原曲。まあ行くか。隠れながら行くのかな。どうも人間が来るのは久しぶりですね。何をお望みいて。お、スーパーキノコもう2個ぐらい欲しい。リフレッシュオール、これは欲しい。1個は買っとこう。虎の子や。マリオをぶん投げるひどくね。あー防具も強化できる。クッパの防具だけない。セーラードレスってなんていうかブルゼラショップにありそうよし、まあお金がないんでしょうがないね。海に沈んでる船は昔イカのモンスターに襲われて沈んでしまったんだ。前に何度か船に入った人たちがいたけど誰も帰ってこなかったよ。まあ行くしかないんやけどな。ちょっとお金が欲しいんでね、金を稼ぎつつセーブポイント、まあ、さっきしたんで別にしなくてもいいかな。ロードすることはないやろ。おお、人手くん、君は敵かい？敵かい？ガード強敵6でなし、とりあえず6でなしを抹殺。お、一撃必殺。74。あいつに言われたよ、この人でなしってね。めちゃくちゃ痛い。え？
逃げた？逃げたよね。ちょ、ふざけんなよ。今日、あれが強敵になった。え、勝た？自分回復した？今ようわからんかったな。さあゲストさん、やっぱ火だね。雷も弱点、水仕事その前に。逃げるんだよ、暴毒細胞。ぶち込んでみようか。おー強い。タイミングわかんねえけど、やっぱマリオのハンマーが一番わかりやすい。カエルコインうまログでなしとげっそう。で、カエルと火が弱点。カエル？雷。5ではなく7でもなく6でなし。げっそう。1.5 倍のダメージを与える炭を使う、ね。逃げるんだけどこいつ。130。一発ぶっ殺してみますか。落とすアイテムに落とすレアアイテム。ちょっとげっそうを逃がさんように戦ってみようか。おらへん。とりあえずピーチはヒットポイントが低すぎるんで体力を上げましょう。さあジーノ、君はできるだけ物理を上げたいが1しか増えなくて、ヒットポイントが6も増えるんだったらヒットポイントやな。ピーチ、あーヒットポイント低すぎ。おっと9も増えるんやったらこんなヒットポイントに決まっとうやった。うまー。おわクララ、クララが立った。2回攻撃。いつまでもフラフラしていられるわけじゃないよね。実際ニートかお前。うん、結構痛いか、結構痛いか。え、すごい。うん、コイン12か。なんか350も無駄遣いしたからな。みんな元気になあれ。うん、すごい。もうマロいらんのちゃうか。いやーうまい。画面を変えても残る。やったぜ。これだいぶおいしかったんじゃない。回復。お、あの裏に来れた。あ、一方通行で変えるのは楽と。なるほどね。渦に飛び込めばどうたら言ってたね。うん、ゲッソー君と戦ってみよう。ゲッソーにスーパーファイヤー。
摩擦よ。結構痛いんだよね。タイミングわかんない。やっぱ殴ったら逃げる。しかもコインくれねえ。マリオさん、効果で決めよう。おっと、魔法攻撃3増えるんなら。マロはヒットポイントが4、魔力も2。ヒットポイントも上げたいが、まあまあこいつは魔法キャラなんで魔力かな。変えれない。嘘だろ、遭難した。俺遭難しちゃったよ。まさかの戻れないなんだけど。ほら戻れないんだけど。おお、なんか光ってる。防具更新してから行きたいよ。これは上がるやつか。あとそういうことか。で帰れないんだけど。出れるか。とりあえずね、マリオは絶対に戦闘に参加しますんで、マリオの防具を優先しましょう。お金足んない。敵もね、倒したやつ復活してないね。であそこ繋がってるだけなんで、まあルート的にはこれでいいんでしょうが、とりあえずここに入ってみますか。ああそういうことか。水の中のジャンプはゆっくりだね。でここのアイテムが出てる。ウルトラキノコ。で本格的に攻略に行きますか。ここ降りてもね、上がるしかなさそうなんで、それとも向こうにジャンプできるのかな。できそうやな。っていうか、そこしか道が見当たらん。ここか。あ、いけたいけた。ここしか行けねえ。さあどうしよう。しかもこんな風に、ね、タイミングわからん。やっぱ逃げるね。メタスラ的な感じなのか。ワープ。崩壊日誌1ページ目。もうおしまいだ。巨大なイカの化け物が襲いかかってきた。イカだった、タコじゃなかった。あと数分でこの船は沈没してしまう。セーブ。1ページ目。あ、1ページ目じゃなくて崩壊日誌の1ページかね。我々は宝の倉庫に例のイカの化け物を閉じ込めることに成功した。船は宝ごと沈んでしまうが仕方に。あらあら、
痛い痛い痛い。強敵か。じゃあ殴っとくか。あなたの魂を僕に分けてください。少しでいいよ。やるわけねえだろこら。ナイスだ。スーパーファイヤーフラワーを食らえ。アンデッドって大体炎がね弱点なもんなんだけど、そうでもなかった。カエルコインってか金が欲しいんだけどね。違う。あれ？ニコも。クララさん。クララが立ったとみんな大騒ぎである。雷か弱点。スルーしちゃったからね、調べたとき。魂とは一体何なのか。多分アンデッドかな。聖水使えば一撃抹殺。倉庫を浮かずに開けられないように6つのキーワードをね。キーワードを6つ、めんどく、36個も調べんの。おーっと、危ねえ。気持ち悪いやつがいるね。グレイ。最近思うんだよね、いっそ土に帰ろうかなって。何その月。いや、ミスはやめて。おお、いいダメージ入る。ここはマロ、マロに頼ろうか。ジェイって書いてある。ジョナサン・ジョーンズ。またいる。エド。なかったけど。手を伸ばせばそこには君が。ナイスガード。ナイスガード。お金持ってる。金だぜ。クッパが11。そろそろ次の技。ヒットポイント8も増えてる。1しか増えない。魔力が3増えるけど、こいつ魔法技あんのっていうね。まあ物理だな。11。とりあえず、編成、技を見たいので、大回復はいらない。身を守る。うん、とりあえずこれを一回ぶち込んでみるか。あれ？さっきこっちと戦おう。うん、オッケーオッケー。痛い。マリオが、え、行け。砂漠？海の中やけど。オーバーヘッドキック。
相手は死なない。ピーチ初めての攻撃。あれ？あ、できてた。ピーチ姫、入れ替えってあるんだ。いや入れ替えるんだ。あら、そんな簡単でいいの？お前強ない？そんな強かったっけ？あー、ピーチはもうちょっと体力上げないときついね。さあ、そしてジーノ君新技。ジーノカッター、当たる直前にね、その敵を一撃抹殺。これこれ、有名なジーノカッターさん。ということで、ジーノカッター使ってみましょう。ちょっとさすがに姫、守備力低いし、ヒットポイント低すぎだな。話す？返事がない。屍のようだ。いや、喋っとる。ということで、カノンさんですね。スペシャル。タイミングわからん。9999。これよ、これ。有名なジーノカッターさん。ジーノのことあんまり知らないけど、ジーノカッター9999は、聞いたことある。ゼロ。組み立てて崩されて需要と供給。死なないこいつ。ゼロ。無敵。死んだ。あれ、意味がわからん。ピーチ姫はもうちょっとヒットポイント増やそうか。脆すぎる。眠れ良い子、敵単体を眠らせる、ね、全体もできるよ。ヒットポイント5も増えるし、ちょっともうちょっと体力を上げないと。エドワード君か。キノコやカカシに変身させる技。恐ろしいほど長い手で恐ろしいほど大きなものを投げてくる。恐ろしい。某ヒットポイントゼロなんだよね。こいつらは体力あるよね。どういうこっちゃかろう。踏めばいいのか。弱点踏むとかないもんな。まあ雷が弱点みたいなんでぶち込んでみますか。やっぱハンマーが一番ねアクション成功しやすい。わかんない。魔法攻撃なら一発なのか。死なない。そして6人のヒントを解かないとわからないようにしておいたが、6人がバラバラに考えたので我々以外開けられないかもしれない。まあ手に取り入れてみましょうか。